試したから、はい、試したから思い切って触れてたらおかしいですもんね。違う、さっきの風圧だよ。風圧だと思う、前までそう思うんだよね、最近。風圧だよ、風圧。今、あなたスーパースルーで見たら、まだまだ足りてねえよ。スルーで素振り。分かった、じゃあ俺ね。落とされてんだよ。そう、微動だにも取れてないのに。いや、見たら分かります、こっちから。めっちゃ凹んでるんですよ。マジスーパースルーって取ってる。ハイインパクトの音楽になってくれるな。いや、こっちから見て、一回見てください。本当にいや、ちゃんと取れないって意味がないから、へこんでても。でも言い訳はしたくないから。だバコっていかないの。行かないダメなの。ベコって、だってベコっていう結果許可出てるわよ。蹴っていいよっていう。マジかだな。でも、その方がちょっと左手のリードが できるようになるから、さっきよりも、オーマイガー持ってますよね。あいつのでもね、イメージは左サイドはあんまりね、ここをね、飛ばしないっていうイメージ。なんかね、手が長いんだよね。手が長いんだよね。こう、長くて、こう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 、なんか自分妻行くとちょっと押してみ、そう、そんな感じ、そんな感じ、ちょっと遅いイメージみたい、ちょっと遅いイメージだっつって、そこから行け、そろってもいいとして、そこから上げて、いやいや、そこからもうすっと上げて、
う深みがつくて、そこからいい音。そしたら、やっぱインパクトで、音がまあ悪かったら、まあ、だいぶいい音がした。ということは届いてるってことだな。だいぶ前だった。もう本当に食べてない。じゃああの音だろっていう音。今のは滑らせた。あ、届いてる、届いてる。変わった。え？音が全然変わった。うん、届いてる、届いてる、届いてる。仕事もダフってんの？え？仕事もダフってんの？ダフってないですよ。なんだ違うよ。あ、いや、取っていってよ。まあ、こう、もうコース側からすれば、最高のゲームだよ。メツジーラス。音が良くなった。はい、ほら、はい。これ振って。ああ、いい音だ。その音、その音、ほら、違うだろう。うまいな、もう。うん。だいぶそれら、それら、それらや、まあ、まあ、多少のオープンフェイスでも、多分あの届いてる限りは大丈夫。
練習の時はずっとやっていいの？バウンドで。全然いい、普通の。普通に打つです、コースの。そのイメージを残しながら。だから打つ。残しながら。だからチンバックスしてる。残しながら。チンバックスして覚える。ニコラスみたいな。意識しなくてもそれができるぐらい練習した方がいい。プロは。手だけ振ってもここしか打たないたまって黙ったってな絶対ここでこうやってるのはこうやって落とさん限りこれの前取ろうと思ったらちょっとあれかなかお前死んだお前こうだもん全然前撮ったな。初めて。その今そのタップを撮った感じのイメージだってだってだって。痛い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 。やっぱこれで終わる。そのインパクトの形をちょっとそれぐらいの動きでいいから。Yeah, I'm not.
前の多分声を書いてた、はい、これは覚えるよ、これは覚えるよ、いくら振り回しても、そんな簡単になるもんね、そう一番大事な意味